ヒットポイントもついに、うん、593、764だから、まあ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 って。はい、どうも、妖怪ウォッチプニプニ、今回もやっていきます。サーカス買った課金攻略、はい、三谷隆ね、今回で技レベルね7までしましたが、初心者でもできるね、ワイポイント稼ぎということで、一応前回はね、ドラケンさんやったんですけど、一応今回のね、おはじきコラボは、おはじきイベントね、東京リベンジャーズコラボは、前回のね、S ランク妖怪たち、まあ、今回ね、マップにいる S ランク妖怪たちが、おはじきのね、松野千秋のショート特攻になってまして、ドラケンさんね、出頭と言ったんですけど、彼らね、ショート特攻なんですけど、おはじきバトルでダメージアップということで、ショート特攻なんですけど、UZ とかね、使うよりも全然ショート特攻って、技レベル上げていくと強いということで、まあ、前回ドラケンさんの火力をお見せしたんですけどね、今度はね、三谷隆のね、合ってんのかな、読み方。を10突ね、刺していきたいして、ちょっと火力もね、お見せして、このダブル10突のね、はい、超火力をお見せしたいと思います。こういうね、UZ じゃなくても、今日から始めた人でもね、誰でもできる方法なんで、はい、ちょっとやっていきましょう。まあもうシンプルにね、まあ、この子は、初期のマップ、最初のマップの方にもいるんで、まあどっち周回してもいいと思うんだけどね、まあなるべく後半の方で周回した方が、まあ個人的にはいいのかなと思ったんですけどね、はい。なんで、限界突破ね。しかもまあドロップも、今一玉877ですけどね、はい。それなりにしてくれるので、まあこれがね、800切るぐらい、70回ぐらいあとやれば、おそらくね、10回ぐらいドロップはすると思うので、今回もあれだな、前回はね、周回してる時にドロップしなかったんですけど、はい、ちょっとこれね、やっていければと思います。ちょっと2回目で落ちてほしいな。なかなかね、取れないんだけどね。でしかもまあ、おにぎりは買い放題で買えるので、まあちょっと初心者だとね、おにぎり買うのに、ちょっとお金が最初ないかもしれないよね。まあおにぎり、ドラケンさんカレーだったけどね。はい。じゃあちょっと、ゲットしていきましょうかね。はい。で、おはじきのね、火力もお見せしますね。ワイポイントもね、稼げるので、はい、一石二鳥になるかと思います。はい、落ちましたね。ということで7限界突破な、あの技レベル7からはね、こうやって限界突破になるので、はい、じゃあこんな感じで、10突していきましょう。攻撃もね、あ、ドラケンさんより攻撃力あるかな。はい、これ10突ちょっとしていきます。875か、人玉ね。はい、そしたらね、10突完成しやしたと。はい、じゃあちょっとやっていきましょうか。じゃあちょっとその前に、何突時代だ、4突、限界突破4じゃねえや、技レベル4時代のちょっと火力をお見せしてからやりましょうか。いますね、これ大事ですよ本当。ミッション来てほしいな、動画撮ってるときはミッション来てほしいな。さあ、4と4、技レベル4だとこんな感じ。まあでもね、1000超えるからね、もうこの時点で UZ よりは強いと。ああ、残念。ドラケンさん、ちょっとミッションなんなかったんですけど、いきなり1000いくつから始まったんで、はい。かなり違いますよね。はい、そしたらまた極土の狩りバージョンでいきましょうか。一応 G とかは入れてないので、あ、 G もともとねえのか。あ、じゃああれだな、ドラケンさんよりも火力はないかな。まあちょっとね、またこれ10で、まあ前回よりも楽に
あミッションなしか、すぐ1219だからね。だからドラケンさんと一緒だな。いやでかいよね、900いくつだったのに最初のピュッて出る強さが1219まで来ました。ドラケンさんはもうちょい上かな、1219、同じだね。なるほどね、じゃあ1219なんだな。あーなるほど。これ Z 技レベル4のドラケンさん、これがこんぐらい。だからやっぱ S の方がねいいので、技レベルがまあまあのあれよりもいいってことで、まあ、今後まあ多分前回のね芝とかのあたりも特攻になると思うんですけど、あやべえ火力が1万ねえや火力1万見せないといけないのにな。ちょっとミッションなしだとこんなもんだな。動画撮ってる時に限ってあれなんだよな、火力が前回出てねえやじゃあちょっと種族効果アップ妖怪も入れてやろうかな。これどうなんだろうな、種族効果アップ入れてやるか、ちょっとねミッション来なかったんで全然だったんですけど、じゃあ種族効果アップの方入れてやるとどうかな。これね真ん中に福龍さんいるんで、あれが種族効果アップ妖怪なんでね、1219だったのがまあミッションも使ってよいしょ1136まであるん1136、あれさっき1219じゃなかったっけ、あれなんで下がったんだ、あれおかしいな、あひょっとしてウォッチがやってないのかな、1089に下がっちゃった。まあでも今回ミッションだから火力は上がってんな。はい、まあ、ちょっともしかしたらウォッチがね、ウォッチの分 20% 下がったんだな、ごめんごめん。まあでもねいい感じですよね。これ1293までいった、あれ何なんだろう、 S ランクは種族効果、あれなんだろう、こっちは火力が上がったぞ Z 以上は、どういう仕組みなんじゃ。ここも1294まで上がった、何なんだろうね。はい、まあとりあえず火力はめっちゃ2発で2万3000もねずれて、今回ミッション2つだったからね1万超えです。88ワイポイントか、なかなか100ポイントはいかねえんだな。いいね、最高火力出ましたと。はい、じゃあ今回こんな感じしましょう。一応真ん中にしたら、あでもウォッチも一緒だな、種族効果 50% は一緒なのに、なんだろうね火力が落ちたっていう、多分これ間違いじゃねえかな、あれ、あごめん順番逆だった、なんという、そりゃそうだよ、順番こっちが逆だったね。はい、だから火力は上がってたね、1290だ上がってたね、なんで、はい、だからミッションこっちで来てくれればよかったにな。はい、ごめんなさい、顔が一緒だから分かんなかった。うん、なるほどね。はい、なんで一応 S はもう1体いて、うん、この子もいるので、これ俺武道って言ったらすげえコメントでコメントで塩対応されたんだよな、これ竹道さんなんだよねきっとね。あと彼をあげようかなと思うんですけど、まあ彼を真ん中にするよりも、彼を真ん中にすれば一番火力出るのかな、まあちょっとその辺は、まあちょっと次はサブアカを頑張ってそれで余力ができたらねやろうかな。まあちょっといや、これはこれでやるか先に。はい、じゃあせっかくだからね3体 S ランクいるんで、次はこれにしての火力を、ちょっと強効果がね 25% も下がっちゃうから、うん、どうなのかな。はい、ちょっとそこ攻撃もめっちゃ下がってんなはい、なんでちょっと今度はねこの子を確認してどうなるかねちょっと見たいと思います。ただね火力は確実に
300もね基本が上がったんで、本当あれですね、基本給上がってね、ボーナスも増えたみたいな、そんな感じなんで、はい、これはね、やこっち続く、こっちだねごめんね、ちょっと分かりづらくて、はい、うん、いいんじゃないでしょうか。10凸2つね、いいね。はい、じゃあ今回こんな感じします。これなら誰でもできるんでね、頑張ってみましょう。はい、じゃあすいません、また押しましょう。さよなら。3個か。